精神治体って治りますか転換を持っていてデパンを服用しています。仕事も正確性とスピードを求められていて、特例子会社で働いているんですが、大丈夫かなと不安になっています。と精神治体は治りますかという問題ですけど、これはですね、治るっていうものではないですね。あの特性なので、生まれついたものだったりするので、えー、治るとか、一過性のものじゃないので、治るっていう表現はしないですね。 そうそう精神発達自体はあの付き合うっていう形になりますね、うん。で、正確性とスピードを求められていてってことなのであの、やっぱり少しずつ慣れていったりとか、トレーニングを積むっていうことなのかなと思いますね。うん、だから手先とか不器用だったりするとね、あの難しかったりもするので、まあ、その場合はね、スピードよりも正確性を重視するのかとか、 あの正確性よりスピードを重視するのかとか、まあ、細かい、ねあのー、短期目標を、ね、立てることが必要かなと思いますけどそこら辺はあの上司の人とですよく相談してください。はい